グラーフライネは南アフリカ共和国の都市、東ケープ州に属する人口8776人。オランダ統治時代からの古い町であり、オランダ東インド会社のケープ植民地における4番目の拠点だった。グラーフライネは1786年カルー地方に進出したボーア人たちの拠点として、オランダ東インド会社によって建設された。 東インド会社の拠点としては、ケープタウン、ステレンボッシュ、スーエレンダムーに次ぐ4番目の開拓拠点であり、拠点中最も東、ボーア人の進出限界近くにあった。グラーフ・ライネという地名は、建設当時のケープ総督であったコルネリス・ヤコブ・ファンで、グラーフと彼の妻であるライネの名にちなんで付けられた。グラーフ・ライネには、ラント・ドロストが置かれ、 この広大な地方に薄く広く広がったトレックボーアたちを統括した。1793年にはグラーフライネ地区の市民は3100人であった。グラーフライネ地区は東の交差人との国境地区であり、1779年以来、いさかいが絶えなかったが、東インド会社は十分な支援をしなかったため、1795年に、 トレックボーアの有力な市民がラントドロストを追放し、共和国を宣言した。ケープタウンの当局はこれを鎮圧しようとしたものの、ケープ植民地自体がイギリスに占領されたため、実現せず、グラーフ・ライネ共和国は1799年まで存続した。1799年に共和国は崩壊し、指導者だったマルティヌス・スプリンスローと19人の指導者たちは、キャッスル・オブ、 グッドホープへと収監された。1801年には判断が再燃したが、この時は F ダ脱ダ総督の優和策によりほどなくして収束した。ドロスディホテルグラーフライネは標高750メートルカルーボンチにあり、サンデーズ側に取り囲まれるようにして街が広がっている。街は カムデブー国立公園に囲まれており、近郊の後輩の谷間などを訪れる観光客も多い。また、1805年に建設された地方役場をホテルに改装した、ドロスディホテルやライネハウス博物館、オランダ改革派協会の協会など、観光名所も多い。グラーフライネは、近隣の畜産物の集産地でもあり、モヘアや羊、ダチョウなどが盛んに取引されている。 ありがとうございます。